林剛は台湾の DJ、歌手、作詞家、作曲家、音楽プロデューサー、俳優。本名は林シリングボン。1990年、アルバム、公前奏でメジャーデビュー。映画監督の何かをと親しくなってからは、同監督の映画音楽を制作するほか、映画にも出演するようになる。1993年のアルバム、娯楽世界あたりから、 電子音楽に深く傾倒し、2000年代に入り、伝統的な音楽を電子音楽でアレンジしたアルバム、寒楽電子中国年、殿民謡を発表する。音と画像の融合を目指した、立体音へという形態で作品作りを展開する。2005年には、国立呼吸博物院と共同で、同博物院の絵画と音のコラボレーションを試みた。 2005年のカンヌ国際映画祭では特別プログラム l a スワレイム a y Movie m i x 2005に出演する。同時にフランスの音楽レーベルからアルバム INSECTS ェ w a 君が発売される。同アルバムは台湾でも2005年10月に驚きつつ INSECTS ェ w a 君というタイトルで警察指数くらい影音有限講師から発売される。 このアルバムの発売により、同社は2006年に行政院新聞局が主催する、金曲賞で最優秀、クロスオーバーアルバム賞を受賞した。2005年10月、国立呼吸博物院が80周年を記念して、制作した特別広告フィルムの音楽を担当する。この広告は、ザ・アメリカ・ e ソシエーション・オブ・ミューズ・アムズの2006年度、ミューズアワードにおいて、 金賞を受賞した。創作者、表現者たちの権益を守るための活動、クリエイティブ・コモンズにも積極的に参加している。2007年3月、中国のモダン天空有限講師と契約を結び、中国におけるマネージメントを委託する。同年4月には、カクスノキの監督作品に提供した音楽を集めた、カクスノキ家電永音楽作品集をリリースした。 ありがとうございます。